こんにちは、スプライトライダーです。今日はですね、皆様にご紹介したい商品があって、動画の方を撮っているんですけれども、というのも、先日ツイッターの方で、フォロワーさんで嘘つよさんっていう方がいるんですけれども、その嘘つよさんがツイートしていた商品がですね、すごい気に入っちゃって、早速買っちゃいました。商品がこちらです。メタペンというラジエーター修正用の、ペンチ、ラジオペンチって言ってあるんですかね、ペンチになります。車バイクのラジエーター修正用ということで、このフィン、ラジエーターのフィンの間に、収まって修正がしやすいっていう風に、書いてあるんですけど、まあ、書いてある通りですね、このペンチのこの先っちょがね、曲がって平らになっているのが分かりますかね。はい、こんな感じなんですけど、これでフィンを掴んで、曲げて修正するっていう、感じの、ペンチになっております。で、一緒になんですけど、こちらこの切手用のピンセットですね。こちらはね、先端が平らになっていて、まあ、これもフィン掴めて、修正しやすいよっていうことで、おすすめしていただきました。このメタペンっていうのがだいたい3000しないくらい、2000、 Amazon の方でちょっと安くなってて2500円とか、確か3000円しなかったぐらい、でこのピンセットの方がね、150円ぐらいで買えちゃうんですよ。まあ、なので、まあ、こっちで全然使えれば、まあ、これでもいいと思うんですけど、まあ、用途に合わせて2つ持っていても、まあ、損はないのかなと思って、僕は早速ね、あの2つ、頼んじゃったんですけど、で、まあ、これからちょっとこの2つ、ピンセットの方とメタペンの方使ってフィン修正していこうと思うんですけれども、まあ、もしね、参考になっていただけたらすごい幸いです。というわけで、このピンセットとメタペンでちょっとね、これからこのうちのアルワンちゃんの、ラジエーターのフィンを修正していきたいと思います。はい、というわけでラジエーターのフィン、修正していきたいと思うんですけど、早速問題が発生しました。問題っていうほどではないんですけど、まあ、問題っちゃ問題かな。先ほど紹介した、この切手用のピンセットですね、先端がこう平べったくなってるんですけど、このフィンを見たらね、ちょっと見えますかね、見にくいと思うんですけど、このピンセットだと大きくて、R1 のラジエーターのフィンにはちょっと入らないようです。まあ、もしかしたら車種によっては、このピンセットでも使えると思うんですけど、 R1 とかこういう細かいフィンの場合はちょっと大きすぎて間に入らないので、ちょっと使えないみたいです。ということでね、このメタペンで修正していきたいと思います。このメタペンだったら入るかな。ラジエーターのフィンの穴がすごい見にくいんですけど、こういう感じです。こうやって、このように見えないかな。あの先端がね、しっかりフィンに、入るので修正は可能かと思います。とりあえず R1 のフィン、ラジエーターのフィンでは、ちょっとピンセットの方使えなくて、ただね、あのこっちのメタペンの方はしっかり挟むことが、できたので使えるんじゃないかなと思います。というわけで、非常にちょっと参考になりにくかったとは、思うんですけれども、もしね、参考になっていただけたら幸いでございます。まあ、もし気になった方いればですね、説明欄の方に Amazon の URL を貼ってありますので、よければご確認ください。というわけで今日はメタペンのご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。これからもスプライトライダーよろしくお願いします。ではまた。